どうも、アイチです。今回はサムネイル等にもあるかと思いますが、受験が終わった後の話をしていきます。これ2月に投稿してますので、まあ、新しい中学校、新しい高校、大学とか大学生であればもう就職先ですよね。だから新生活が始まる前にこれをやっといてねっていうのを伝えられたらと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。てかまだ受験終わってないしって思う方もねいるかと思います。ですが実はそういった方にもね今回の動画見てほしいと思ってます。っていうのは今受験直前ですごい気持ち的にも不安定になりますし、ピリピリしやすい時期じゃないですか。でそういった時に受験が終わった後の想像をするっていうのはもう一回頑張ろうって、初心に戻るじゃないですけどね、最初の頃の気持ちを思い出して、よしラストスパート頑張ろうって思えることって非常に多いんですよ。これは塾講師やってる時に生徒を見てきて思ったことなので、まあ、そういったきっかけにもなったら嬉しいなと思っております。なのでね、ちょっと短めに頑張って済ませますので、ぜひね、最後までお付き合いください。ちなみに今回は3つやってほしいことを紹介するんですが、その1つ目がこちら、勉強習慣です。当然ここまで受験勉強を戦ってきた方であれば勉強の習慣がついているはずです。ですが習慣っていうのは、まあ、勉強だけじゃないんですけどね、例えばストレッチとか、まあ、筋トレとか何かを習慣にするときって、それを習慣化するのってすごい大変じゃないですか。基本的に2週間3週間は必要と言われていて、習慣作るのに。ですけど崩すのってめちゃくちゃ簡単なんですよ。だから受験が終わって多分勉強しなくなった方多いと思うんですが、今からもう一回勉強しようと思ったら結構辛いんですね。で例えば今中学生の方が高校に進学前に勉強習慣がなくなると、で高校が始まって新生活が始まります。で当然中学と高校を比べたら高校のが勉強の進み早いんですよ。科目も増えていって、で新生活で例えば、ね、通学まで時間かかるとしたら物理的に取れる時間が減ると、勉強できる時間が。その中で復習とか予習をしてきなさいとかなったらもうねいっぱいいっぱいになっちゃうんです。その新生活に体を慣らすのにも大変なのに、その中で勉強習慣もう一回構築する作っていくなんてもう難しいのが想像だけでもわかると思います。だったら残しておけばいいんです。もちろん受験勉強やってた頃みたいな時間、毎日5時間とか6時間やってた方が同じ量やりなさいなんてみじんも思ってないです。1日30分とかだけでいい。ただその30分はきっちりやる、そういったスタンスでぜひ勉強習慣を残してください。でこの時のポイントが2つあって、まず1つが決まった時間にやるっていうのもできるといいです。例えば毎日9時から必ずやるとか、そうしておくと習慣化は崩れにくい。そしてもう一つが定量、つまり決まった量をやるっていうスタンスはやめた方がいいです。高校に入学するまでに何をやっておいた方がいいですかって質問は結構来るんですが、例えば高校から宿題が出たり課題が設定されてたらそれでいいと思います。それが大体予習にもなってたりするので。ですが何も指示がなかった場合は個人的には英単語を押します。英単語はお金とかと一緒でありすぎて困ることはないんですよ。英単語を覚えすぎて困ることってないので。なので例えば高校生用の英単語集とか、もちろん中学校がね英語あんま得意じゃなかった方は中学生用の単語集とかでもいいので、それを毎日やっていく。たださっき言った定量しないっていうのは、毎日20個ずつとかやってしまうとモチベーションがなかなか上がらない時期なんですよ。当然目標がないので。その中で同じ量を設定すると崩れやすいです。だったら今日は、例えば今日ねやろうと頑張ろうと思った時に、今日はなんとなく学校で疲れちゃってうまくねスイッチが入らない気がする、じゃあ今日は5個にしておこうとか、いや今日なんかいける気がするからちょっと30個に増やしてみようかなっていう、そういった自分と向き合って相談をして毎日決めていくんです。ずれちゃって構わないんで。だって今別に受験勉強とかじゃないんだから。だから自分の機嫌は自分で取るじゃないですけど、自分のことをちゃんと見てそこで設定していく。で最後に一番大事なのが、決めたことは絶対やるんです。どんなに調子が悪くて5個って決めたら5個はちゃんと暗記する。いいですか。自分で決めたことは自分は裏切らない、自分を裏切らないっていうことを大事にしてやっていってください。ここでちょっと大学生の話をしていきたいんですが、もちろんこれ中高生の方もやってほしいんですけど、新しくてか就職する前にぜひ大学生にやっておいてほしいことがあって、これが読書なんです。でこれ読書っていうか、例えば新聞に書いてあるコラムを読むとかでもいいんですよ。いろんな人の意見に触れてほしい。でこれは読書をして例えば見地をね広げていくっていう、それだけじゃないんですよ。違う、もう一歩先があって、例えば読書をし終わった後、コラムを読んだ後とかにその要約をしてほしいんです。例えばその本を読んで、私が読んだことないとします。でもちろん誰かに見せるものではないんですけど、じゃあはいとかね、誰か相手を想像してこの人にこの本を紹介する、要約してポイントを伝えるっていうのをぜひご自身のスマホで撮ってみてください。で時間を決めます。だいたい3分とかがいいと思うんですけど、長いなと思ったら1分とかでも構わないです。
つまり何かを情報を収集した時、自分の中にインプットしたものをまとめてアウトプットする練習をしてほしいんです。でこれは普通に喋ればいいじゃんとか頭の中で想像すればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、皆さん就職したら多分プレゼンとかしますよ。自分の意見をまとめて誰かに伝えるって場面が出てきます。でこれは伝えるっていうのは練習しなければ絶対にスキルは上がらないです。でそれを誰か対面でね、人に会ってやれたらいいですけど、今コロナ禍で難しかったりとか、なかなか最初うまくいかないのに人にやりたくないじゃないですか。だったら自分にやればいいんです。録画してみてください。でその中でうまくまとまんないなとかね、そのスキルをアップしようってことも思うと思うんですけど、もうちょっとね一個視点が入ってほしいところがあって、それが自分はこういう風に喋ってるつもりあるじゃないですか。今このぐらいのペースでこんな感じで伝えてるだろうなって思うことが映ってる自分で本当に一致してるか見てください。思ったよりずれてると思います。なので自分が何かを表現するときがイメージ通りになる、イメージにくっとつなげと近づけていくっていうのは絶対やっておいた方がいいです。でこれは今しかない。就職してこれからバタバタいろんなことを覚えなきゃいけなくなったらそんな時間取れないので、なのでぜひね、新大学生、まあ高校中高生もやってほしいところではあるんですが、特に大学生の方はこれをやっておいてください。長くなってしまったんですが、ここで2つ目いきます。それがこちら、お礼をするです。受験とか、まあ、就職活動とかもそうですけど、例えば一つのね、高校が終わる、大学が終わるっていう一区切りです。で区切り、門出のタイミングっていうのは誰かにお礼を言う、もちろんね、こうお祝いを言われるってこともあると思うんですが、ご自身でお礼を伝えたい方にお礼を伝えるチャンスです。で個人的におすすめしているのが、ぜひお手紙を書いてください。それは、短いものでもいいと思います。ですけど手紙っていうのは一生残るもの、しかも相手に渡した時に相手が何度でも読み返せるものなんです。なので言葉で伝えるよりも、もし叶うならご家族でも、例えば友人、恋人とかでも構わないです。お世話になった先生とかも含めてですが、お礼を伝えたいと思う方がいるのであれば、このタイミングです。でそれは相手のためもあるんですけど、自分の中でけじめをつけるためにもいいです。一つ手紙を書いて渡したって、一つ自分が一歩前に進めたっていう感覚になれるはずです。なのでぜひお礼を伝えたいと思う方がいたら、ぜひお手紙が個人的にはおすすめなんですが、口頭で伝えるだけでも構いませんので、お礼を伝えるっていうのをやっておきましょう。そして最後3つ目、これがこちら、やりたいことリストを作っておくです。皆さんの周り、あとは芸能人の方とかで聞いたことある方もいるかもしれませんが、死ぬまでにやっておきたい100のことみたいな、確かね、岡崎体育さんとかが作ってらっしゃったイメージがあるんですけど、そういったものが書く方いらっしゃるんですよね。でこれもちろん100全部あげろとは思ってないです。その数はこだわらなくていいんですが、今皆さんは受験が終わって解放感の中にいます。気持ちに余裕があるはずです。まだ気持ちに余裕がある時っていうのは、人は明るい未来を想像しやすいです。つまりやりたいことが思いつきやすい時期になってます。なのでこの時期に別に数は決めなくていいので、一緒と高校生活の中でとか大学生活の中でとか、まあ、就職した後に、まあ、一生死ぬまでにでも構わないんですが、やりたいことをいっぱい書き出してください。でこれはですね、これから皆さんが新生活が始まった時、まあ、バタバタしたりとか、もちろん新しい環境に馴染んでいくにはものすごいストレスがかかります。その中でいろんないっぱいいっぱいな気持ちになっていくと、そのいっぱいいっぱいな気持ちになっている時ってやりたいことって思いつかないんですよ。娯楽とかは出てくるかもしれませんけど、その人生の中でってとこは難しいんですね。ですけど、そのいっぱいいっぱいになって、こう、なんだろう、視界がね、どんどんこう狭まってしまった時に、そういったものを見返すと、そうだって、こういうことを思ってたなって、もうちょっと視野広くしなきゃなって、自分の辛かった、こうね、塞ぎ込んでた気持ちを広げてくれる鍵になってくれます。自分の扉を開けてくれる。これは間違いないです。なので今しかないんです、これをやるのは。だから数はね決めなくて構いませんので、ちょっとね自分の中で高校3年間でなんかやりたいことないかなとか、これやっておきたいなとか、大学4年間でこれやろうと思うんだよなっていうのを考えてください。その時間が今皆さんにはあるはずです。なのでね、こういった3点をぜひやってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回話したことを絶対やれよ、やんないと人生損するぜとはね、そこまでは言わないんですが、今皆さんがこの時期っていうのは新生活をどうやって有意義に送るか、つまり未来の自分がどうやったら楽ができるかっていうのを好き放題できる時期なんです。それだけ時間と気持ちの余裕がある時期です。なのでとにかく有意義に過ごしてください。時間がある時をダラダラ過ごすとダメージがでかくなります。あの時もっとできたじゃんって、いろいろやればよかったよって思ってしまう、そう思いながら新生活を迎えるのは悲しいことなので、ぜひ皆さんにとっての有意義な時間を過ごせてもらえたらと思います。ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね月曜日に喋っていきますので、ぜひそちらの動画も見てみてください。今週1週間もまた頑張っていきましょう。それじゃあまたね。
バイバイ。